真横と真正面と撮ってます、うん、でこっちが左足、うん、こっちが左足です。そうするとですね、まあ、折れてればね、明らかに大きな骨折はない、うん、だすごいちっちゃいひびとかは分からない、そうだね、はい、こういうふうにね。そのあとね、まずパッと見てですね、骨がね、申し訳ないけど真っ白です。普通骨って縁っこが白くて真ん中が黒く抜けるんですけど、全部真っ白なんですよ。これは異常なんです。でこういうふうになるのは理由が2つあって、1つは生理的なものだと発情、発情してるとあの骨がこう切開沈着白くなってこう見えてくる。でも発情が止まるとまた普通に戻る、うん、そうするとこれも変わる可能性があります。それが正常の場合。だもう一つの場合は、まだ若いけどさ、ホルモンバランスが悪い、鼻の色もちょっとそうなんだけど、少し褐色かなっていうか、ローマクっていうんだけどね、あの子もうホルモンバランスが悪くてなる場合、それからあとその卵巣だとか精巣だとか、そういう生殖器官の使用、それでもホルモンバランスがおかしくなるから、そうすると真っ白けになって もっと白くなって聞こえます。わずかばかり、ここは真ん中少し黒いじゃないですか。ああ、それが正常な状態。そうそうそう、だここもよく見ていくと、ここ真ん中少し黒いじゃないですか、うんうんうん、これが正常なんです。ここの辺の見えるとこね。だけどここなんてもう真っ白けになってますもんね、うんうん、あとこれ心臓です、うん、でこれ肝臓です。ここにウエストがあるのが正常だから、心臓の大きさとか肝臓の大きさは正常。ただこういうところ、こういうところが肺とか気嚢というところ、うんうん、黒く抜けてますわね、こういうところとかこういうところ、横向きで見るとこういうところ、うん、いや酸素と二酸化炭素のガス交換をしたりするところですね。そこがちょっと白いということは、やっぱり全身打撲でやっぱ肺も少しダメージ受けてるんじゃないかなと思われる。だからそういう体が痛いとか言わないけども、まあ、まあ足は痛いとこはありますけど、うん、痛いことがあるからちょっと食べるのが少ないんじゃないかなと思います。まあでも